ファイナルカウントダウン、中国経済ガチカウントダウンどころかファイナルカウントダウンの時間がやってまいりました。昨日ですね、歴史的な判決が下りましてね、恒大に清算命令出たわけですけど、まあその後ね、どうなるのかということで、まあまあ皆さんね、いろんな見方をされてます。清算命令出たからといってですね、その瞬間に投げ売りはボーンとは始まんねえだろうなと思ってたんですけど、まあ案の定ね、このままだからこの命令が執行できるのかどうかというところでですね、まあ皆さんの意見が分かれてるんですが、まあ、結論的に言うとですね、売れるかどうかは共産党の紫三寸という全部共産党決めてますから、香港でですね、まあ、そんな命令出てもね、チャイナ共産党がうんって言わなきゃ売れないですから、まあその辺どうなのということで、まあいろんな方がいろんなこと言ってるので、ちょっとその辺ご紹介したいんですけど、今日のですね、朝2時ぐらいのニュースね、ブルームバーグ、ですけれども、中国恒大の清算命令、世界の投資家が回収の行方注視と、重要な資金石に資金石にと。まあそうだよね、これは資金石になりますよ。だから、ね、法律上認められた担保権が実行できるのか できないのか、それは当たり前でしょ。このも実行できるのだって契約に書いてあるんだからさ、契約に書いてあることがさ、チャイナ側の事情によっては実行できない、これも重大な、これ審議則違反ですよ。とんでもねえ話なんですけれども、世界の投資家が回収の行方注視と、いうことです。重要な資金石になります。一応このね、ニュースのサマリーでね、本土の裁判所が香港高裁の命令に従うか不透明不透明だそうです。独自の関西には任命する可能性があると。まあこれ当然共産党の意見がかかったやつですから、香港からあれも売れこれも売れって言われても、いやちょっとそれはみたいなことでやる可能性があると。さらにですね、投資家に不利な結果なら中国に対する悲観論がさらに深まる恐れが出てる。まあこれも当たり前ですよ。これも私がずっと言ってたことですけれども、論理的に考えたらこうなるはずなんですよ、普通ね。だって貸してもさ、担保取っても結局担保権実行できないんだから、何それみたいなね。担保付き融資だと思ってたのがね、実は無担保融資でしたみたいな話になったら、ええー、ってなりますよね。まあそういうことです。この記事ね、冒頭こう書いてあります。香港高裁による中国恒大集団への清算命令は、中国不動産ブームの顛末を象徴する同社の転落を決定づけた。世界の投資家にとって債権回収の行方は中国恒大の枠を超えてはるかに大きな意味を持つだろうと、私もそう思います。はい。鍵となるのはですね、まあ、この判決がね、本土で執行されるかどうかということで、まあ、約35兆円ぐらいの資産がですね、チャイナの本土にあるそうです、恒大のね。これがちゃんと売れるのかどうかと。まあ、でも売ったら投げ売りみたいになりますからね。売ったら不動産バブル崩壊第2章になることはこれ目に見えてるので、簡単には売らせねえだろうなとは思うんですけどね。いろんなこうちょっとその複雑なですね、法的なプロセスが絡むのではないかということで、オルタナティブインベスメントマネジメントアソシエーションというところのですね、李家祥さんという方がね、このように言ってます。中国本土の裁判所が香港の裁判所の判決を受け入れるかどうか、世界の投資家が注目している。香港の司法判断が中国本土で実際執行されるかどうか、重要な前例となるかもしれないって、まあなるでしょうね、間違いなくなるでしょう。で、私は執行されない前例になるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。この記事続きます。こうした不透明感は常に中国共産党の利益が優先されるとの懸念が投資家の間で高まっている現状を浮き彫りにすると。不動産からハイテク産業に至るまで、当局による民間企業への締め付けは景気減速をめぐる懸念とともに株価のバリエーションに打撃を与えてきたということで、これ結構厳しいんじゃねえかな。これね、よく強権発動してみたいな、まあ適当な解説する人いるでしょ、チャイナの件ね。強権発動してとか、携帯電話作ってればセーフみたいなさ、まあなんか適当なこと言ってる人いっぱいいますけど、あれ強権発動してね、実際にじゃあこれ、香港の裁判所の命令が執行できないとなればですよ。まあ何度も言ってますけど、担保付き融資がある日突然無担保融資になってしまうということです。でもそれで、まあチャイナは不動産バブルのね、崩壊ね、投げ売りは防げるかもしれないんですが、投げ売りを防ぐ傍らですね、別の毒がじわじわと社会に回っていくんですよ。これ実はね、去年私津上俊也さんというね、チャイナ通ですよ、私がまあ褒めるね、チャイナ通の一人です。この方はですね、日本国際問題研究所のですね、客員研究員やってて、まあ、長いことチャイナで商売されてる方ですね、津上俊也さんね。どっちかというと親中派っぽい人なんですけど、結構経済についてはですね、厳しい意見を言ってるんですね。まあこれ、私が新イスラエルであるからこそイスラエルにちょっと今厳しいこと言ってるのと同じような感じなのかなというふうには思うんですけれども、何にもしないでもですね、このままね、不動産バブルの、まあ、崩壊ね、第2章を免れたとしても、そのですね、まあ、反動としてですね、おそらく5つぐらいの毒がね、チャイナ経済に回っていくんじゃないかというふうに言ってるんです。で、この記事ね、去年のいつだっけな、6月ぐらいだっけな、日本 .com というところで、去年9月ですね、掲載された記事なんです。中国経済は日本化しているのか、今話題のバランスシート不況論から読み解くというね、まあ、素晴らしい記事で、これいつも私参照してるんですけど、5つの毒ってのは何かというとね、まず1つ目ね、不動産バブルの毒。ね、これ非常にわかりやすいと。不合理に高額の住宅ローンを組まされた結果、金利を含めた返済で家計が圧迫され、消費が減ると。まさに今の状況ですよね。この毒回ってますよね。
デフレ圧力としてね、チャイナにね。今、未曾有の不況にあえぐ不動産業者らの借り入れによる負債額と金利コストも、まあ、相当膨らむので、これも法人、並びに個人ね、両方ともにですね、財布の紐をギューって締めちゃうので、需要がですね、まあ、減退してですね、経済がデフレ化圧力が強まっていくということで、まあ、不動産バブルの毒、これは非常にわかりやすいと。で、もう一個がですね、企業の過剰投資の毒だそうです。でこれはね、何かというと、借金で投資を始めたものの収益を生まず、利払いばかりかさんでいる状態と。これがまさにその過剰投資の毒と。これ不動産開発会社のみならずね、いろんなところがこれやっちゃってますよね、チャイナの場合ね。これね、例えて言うとですね、働きの悪い従業員に高給を払っているようなもんで、そんな社員が増えれば会社の経営は悪化するというね、当たり前の話です。はい。まあ利回りが全然良くない、まあ資産をですね、まあ多額の借金してですね、まあ買ってしまったということだと、まあそれは企業のね、過剰投資の毒もありますよね。でこういうものがだからまあ解消されないわけですよ。そのままだって、高止まりしたまんまなわけですからね。資産価格がね。まだ 10% しか調整してないですからね、チャイナがね。で、さらにですね、これがね、国全体で見るとまたもう一つの毒になってるんですね、津上さんね。効果の乏しい投資を大量に行って、借金を膨らませ、元本、金利のですね、償還の負担が増大すれば、経済成長の低下は避けられないと。莫大な資金が無駄な投資に使われて、経済の効率が落ちる結果、経済成長が低下することだと。これも今まさにチャイナで起こってますよね。ということは、この延命措置をやってもですね、この不動産バブルの毒、過剰投資の毒、それから経済成長が低下するというね、国全体の毒、これ解毒できないんですよね。解毒するにはやっぱり一回この不良債権処理して、毒、デトックスしてやり直さなきゃいけないんですけど、まあ、そういう話にはならないと。まあこの毒を出すときにものすごい痛みがあるので、これに耐えられないというのがまあチャイナ共産党の判断なんです。これで3つね。で、あと2つがね、まあ、結構またこれ構造問題になるんですけれども、それは何かというとね、この毒を持ち続けることによって、不合理な富の移転がですね、続いてしまうということなんですね。津上さんの推計によるとね、チャイナの企業、政府、家計がですね、歴年重ねてきた不効率投資のために、中国経済に発生している無駄なコストはですね、年間 3.8 兆元にも及ぶと。いうことなんですね。で、これね、チャイナの消費税収がですね、年間6兆元、公的年金の支給がですね、年間5兆元に比べてですね、まあ、3.8 兆元、約4兆元ですから、結構な金額なんですよ。これ GDP の 3.1% に相当していると。この無駄な投資の上にですね、特権階級が存在してるんですよ。そこでこう、テラ線徴収することによって、彼らが声太ると。で、逆にそれを払っている人たちは、どんどん貧しくなるということで、これで格差が広がっていくと、いうことで、まあ、不合理な富の移転を生み、貧乏な人はより貧乏へ。金持ちは、より金持ちへ、みたいな。まさに日本のデフレの時そうでしたよね。もともと金持ってる奴が有利なのはデフレですから。まあまさにチャイナはですね、まあ日本かって言い方が適切かどうかわからないですけれども、デフレの時の日本のもっと悪い奴みたいな感じになるかもしれない。まあだって、チャイナの場合日本よりもセーフティーネット、まあスカスカですからね。ネットがもう、網目がもうなんか30メートルくらいの感じで。人みんな怒っちゃうみたいなね、感じでしょ。だからもう大変ですよね。縫い目のこのね、幅がね、一辺30メートルみたいなネットですから。ネットなのか穴なのかわかんないみたいな、まあ、感じですよ。はい。だから、これ大変だろうなと。まあ曲がりなりにも日本にはセーフティーネットあったんで、まあなんとかね、まあでもそれでもね、自ら死を選ぶ方が増えましたけどね、日本の場合もね、1万人ぐらい。チャイナもっとひどいことになりそうだなと。そんな感じです。で、これ4つ目ね。不合理な富の移転を生む。で、5つ目。これらの全ての結果としてですね、チャイナは中所得国の罠に落ちるだろうというのが津上さんの予想なんですね。経済成長を維持したければ、生産性の高いセクターの再生産を促し、生産性が低く傷ついたセクターは、辛くてもリストラ、ダウンサイズしなければならないと。ところがですよ、チャイナの場合、生産性が高いのは民間企業だから、これを伸ばさなきゃいけないのに、今、やってる政策なこれ逆なんですよね。民間企業を痛めつけてですね、まあ、国有化していくような方向でしょ。社会主義化の方向でしょ。まあ、津上さん曰くですね、今起きてることはこれと真逆な、富の、不当な移転だと。この仕組みを維持し続ければ、中国の経済成長が停滞していくことは避けられないということで、まあ、まさにですね、その生産性が低く傷ついたセクターは、辛くてもリストラダウンサイズしなければいけないのに、まあ、今回の判決ね、バックれるわけでしょ、おそらく。そうするとこういうの残っちゃうわけ。そうすると、どんどん毒回っちゃうわけですよ。まあ何度も言いますけど、不動産バブルの道具でしょ。要はその、高値掴みした不動産の借金払うっていう感じになるとみんな金使わないでしょ。で、過剰投資の道具でしょ。高額の投資したにもかかわらず、収益生まない。でもそれ持ち続けなければいけないって言ったら、またね、支出減るじゃないですか。そっちにばっか、維持にばっか金かかってね。国全体で見てもこんなことやってたら、経済成長低下するし。で、この仕組みを維持すること自体が、不合理な富の移転を生んで、止めるものね、特権階級はどんどん飛んでいって、ね、貧しい人はどんどん貧しくなる。結果として、チャイナは、中所得国の罠ね、これを、まあ、脱却できないのではないかと。このまま行けばまさにそうだし、今回の判決バックレールってのは、まさにこれだと。ね、まあ、まとめて言うと、まあ、そういう感じです。まあ、こういうことが起こっていくのかな、ということです。